ナミさんこんにちは。あ、メッセージありがとうございます。まあ、ナミさんの動画ね、見つけて、まあ、久保さんって書いてるんで、これはね、真っ先に見ようかと思ったんですけども、再生数5番目でございました。ナミさんから私へのメッセージ先に見ちゃった方もいらっしゃるみたいで、ちょっとね、出遅れましたね。で、一人で稼ぐ力を身につけた方がいいかなっていうのは本当にね、私は確かにそう思うんですよ。というのもね、私やナミさんもそうですけども、育ってきた時代っていうのはみんなで協力して一致団結して一つの目的目標に向かってやっていこうぜみたいな時代だったと思います。要するにみんなで同じことができる、それがチームワークというものでね、本当にこう団体競技もすごく流行りましたし、自分が犠牲になることによってチームを助けるとかね、連帯責任っていうのがすごく美しく見えたんですよ。で、誰しもがそういった組織を束ねたいと思う、ね、男の子とか特に思ったりしたりするもんですけども、なんかそういう時代に過ごしてきたんですよね。まさに大量消費大量生産の時代っていうのは